はい。美食女ご飯ん2です。こちら美食女様から教えていただいた五目豆です。初めてにしては、あの、すごいよくできました。あの、いろいろね、レシピを教えていただいて、ま、それを、あの、元に作ってみたんですけれども、で、ま一、あ、つ、あの、ああ、ね、もっとこうすればって思ったのが、ちょっと、あの、私、こんにゃくをね、買いそびれちゃって、こんにゃくが、 あの、なかったのがすごい残念で、こんにゃく入れたらもっと美味しかったかなと思うんですけども、それでもあの、全然美味しくって、えっと、ごぼう、にんじん、まあ、あの、もう、これ、どんこしいたけを刻んじゃったんですけれども、生しいたけ刻ん,刻んじゃったんですけれども、それとね、あのー、ごぼう、にんじん、しいたけ、かな本当はこんにゃくも入れたかったけどっていう感じなんですけれども、あと、それと、ごむ えっと、お豆はね、あの、美食女様はちゃんとあの、硬いお豆から、あの、その、前の日にね、お水に浸して、ちゃんとやってらっしゃるんですけれども、私はなんかもうちょっと横着をしてですね、なんか、あの、アマゾンで <laughs>、あの、水、水煮かな有,有機大豆の、国産有機大豆の水煮っていうのがあったんですね。山竜だったかな山、 なんかそういうところが出してる、有機大豆国産の、なんかそれの水煮があって、でもそれなんかもう1キロのですごい量だったんですけれども、それ買っちゃって、まあ、すぐ届いてすごい助かったんですけども、なのでそれでや,やったので、あの、うん、まあ、割と簡単にできたかなって、お野菜刻むのが大変だったぐらい、あとちゃんとね、あの、教えていただいた通り、アクも本当出てきたので、あの、いながらやったんですけども、 すごいね。美味しかったです。うん、おさ。私はお酒もちょっと入れちゃったかも。みりん醤油あと。赤ガシロップとかかなっていう感じであのやったんですけれども、あのあとお出汁とね。すっごい美味しかって、あのもうこれであのスプーンです。くって何杯でも食べられる感じですね。あの、本当買ってきたのと全然違いますね。 買っってきたのだとやっぱりねさっきも言ったけど味が濃いので美味しいけどなんか味が濃いからほんのちょっとなんかねお弁当の隅とかにちょっと入ってるような感じのイメージなんですけどもこの手作りの五目豆はあもうこれがメインでもいいかなって感じでこれもご飯にかけて食べても美味しいかもっていうぐらいであの味も本当はあの自分が食べやすい味薄味とかにも調整できて本当に。 あの、良かったお。お野菜をね、刻む手間はちょっとかかるんですけども、すごくあの、体に優しい感じでね、いいなって全然ね、買ってきたのとやっぱり違うなって思いました。あの、美食女様の見なかったら自分がこう、五目豆、まあ買うことがあっても作ろうっていうふうには思わなかったと思うので、本当に教えていただいてありがとうございました。またあのね、余力がある時に <laughs>。 作っっててみよううかなって思いいまますありがとうございますでこちらが、えっと、白菜の私のお気に入りの白菜のお漬物ですね。大自宅はいはいのお塩だけで作った白菜のお漬物。これもうね昨日開けたのにこれ最後あの多分王子もいっぱい食べたのか私も多分すごいいっぱい食べてもうなんかあんなたくさんあったのにこれ最後なんですね。 結構左、あの、油ランマヨネーズなんですけども、またマヨ醤油にして食べちゃいました。とっても美味しかったです。本当にね、この五目豆も美味しかったですし、ね、優しいお味でね、本当に、えっと、そう、このね、えっと、湯豆腐もね、最高にね、美味しかったですし、もう全部すごく良かったですね。五目豆とね、えっと、湯豆腐で最高の、 えー、美食女ご飯が完成いたしました。ねとっても美味しかった。あと4分ん4分今17秒ですね。これ5分で切れるんですね。なんか喋ろうかな。<laughs> 昨日そう私昨日朝起きたらね顔が赤くなっちゃってて王子に,に心配されたんですね。やっぱ赤くなってるって言ってね王子もそして私ね王子に助けてって言ったんですまた。 そしたら助けるって言ってくれたんですけどまあそれで治りはしなかったんですけどもねでもちょっとね今日あの少しあの赤みが引いてました少しねまだちょっとピリピリするんですけどもなので王子が昨日よりでもね赤みが引いてるよって言ったのでよかったと思いますねもうちょっと良くなりたいなと思いますそれでは皆さん今日も明るく楽しくうるわしくびシょくとでまいります